はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画では、あきらさんが買ってよかったもの、おすすめアイテムベスト10ということでご紹介していただこうと思います。お願いします。お願いします。はい、ということで、まずはじめに自己紹介お願いします。はい、YouTube と Twitter でミニマリストとして発信をしている赤木あきらと言います。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。ということで、早速ですね、お気に入りのアイテムを紹介していただこうと思うんですけども、持ち物にかなりこだわりがあって、あります。すごいおしゃれということで、まあその中でも特に10個に厳選して、あきらさんがおすすめのアイテムを紹介していただこうと思います。じゃあまず早速一つ目はこのカメラが映ってるんですけど、はい、クリッパっていうバックハンガーですね。これですね。そうです、この金属の金色のやつですね。これはなぜ買おうと思ったんでしょう、はい、これ僕ラーメン屋さんとか外食も結構多くて、そういう時にカバンって床に直置きしたくないじゃないですか。うーん、で15キロまで耐えれるんで、仕事道具すごい入っててもこんな感じで。おー、ちなみにこれなんか色合いとかもなんか選べるんですよね、確か。そうです、そうです。シルバーとかゴールド、あと艶消しのブラックとかもあって、逆に艶があってテカテカしたのもあります。おお、なるほど。ちなみにアキラさんはなぜゴールドを選んだんですか、はい、バッグとしてのなんか一体感として金具がちょっとゴールドチックなのと、あと僕の好きなYouTuber の方も同じものを使ってて。なるほど、はい、まず一つ目このクリッパー、はい、買ってよかったと。よかったところで、カバンを直置きしたくない方は買った方がいいっていうアイテムですね、はい。ではじゃあ続いて2つ目、あきらさんが買ってよかったものは、2つ目はデスクライトですね。おお、これですね、はい、これ結構お高いって言ってましたもんね、ルームツアーの時。そうですね、みんながもらえる給付金を結構すり込みました。なるほど。え、これちなみに実際いくらぐらいだったんですか。8万です。かっけえ。そんなライトあるのかっていう感じですね。これはなんで買おうと思ったんですか。僕今ギリが事務所みたいな感じで、ここに先生招いたりズームで仕事したりするんで、部屋の中のやっぱアクセントって結構大事だなって思ったのと、普通のライトはつまらないんで、なんか遊びたかったんですよ。これちなみになんかそのライトの横のやつって回転するんですか。これ回転はしないかしらガラガラって感じですよ。なんかね、背景のその照明の模様がね、おしゃれだから、確かに回ったらいいなと思ったけど回らなかったっていう。電気消すとこれすごい綺麗で、上と下に光が拡散するんですよ。あー、なるほどなるほど。本当暗くなった時にね、夜とかめちゃくちゃいい雰囲気になりそうですよね。それで実際に仕事にも生きたりとかして、プライベートも楽しめたりとかしてよかったなって感じですか。そうですね、やっぱりこの価格でいきなり多分ズームとか始まると、あれ赤木さん今オフィスですか家ですかみたいなツッコミが来るんですよ。そうなるとこれはこういうものでみたいなこだわりがあるといい感じの話になります。本当にだから、北欧の暮らしとかでもそうですけど、やっぱ照明こだわってる方とかが多いから、現地の人とかは、だから日本とかでもこういうね、さすがにいきなり8万はつぎ込めないっていう人も、照明にこだわるとね、一つお部屋の雰囲気も変わるかなって僕自身も思いました。ということで、じゃあ続いて3つ目、買ってよかったものは、3つ目はバスローブです。おお、なるほど、なんか天から降ってきましたね。ちなみにこのバスローブはなんで買ったんですか。僕夏場でも湯船に結構1時間ぐらい入るんですよ。で汗がやっぱり止まらなかったり、取られた後に体拭くのが面倒くさがりで、だったらバスローブにすれば解決するっていうのを気づいて、ね、長いこと入るとね、やっぱりタオルとかで汗とか水分拭いたとしても、はい、2分3分とかでね、また汗出てきたりとかするから。そうなんです、やっぱ体ほてってるんで、冷ますまでの時間が必要で、それが楽になるんだったらこれありだな。これちなみにどちらで買ったんですか。これ通販で Amazon で買って、スリープウェアっていう会社ブランドで。いくらぐらいなんですか。1600円。お、意外に安い。おー、タオルとあんまり変わんないぐらいですよ。なるほど。え、実際なんか買ったことによってタオルが減ったりとかもしたんですか。減りました。僕タオル5個持ってたんですけど、今は3つになった。おー、バスタオルを今使わなくなりました。これがもうハンドタオルっぽいのと、これで。なるほど。だから長風呂をする方なんかはね、はい、こういうバスローブとか買っておくといいかもしれないですね、おすすめですね。はい、ありがとうございます、はい、続いて4つ目、あきらさんが買ってよかったものは、AirPods Pro です。おお、なるほど。これね、よくミニマリズさん買ってよかったっていうふうにおっしゃってますけど、あきらさんが買おうと思った理由は。僕は実はこれ AirPods の1個前持ってたんですよ。そっちが充電しても1時間とかでバッテリー切れるようになって、そのタイミングで新しいのが出るっていう風になったんで、もうスペック全く気にせずとりあえず買ったんですけど、大正解でした。一番良かったことは、はい、一番良かったのはノイズキャンセリングがやっぱりどこでも集中できるじゃないですか。そうですね。だから僕自身もね、 AirPods Pro 持ってますけど、編集する時とかね、動画チェックする時はノイズキャンセリングであって、はい、レジ並んだ時とか、駅近くになった時は、はい、ピッてねボタン押せばね、ノイズキャンセリングが解除されるから、はい、こういうところで便利ですもんね。便利ですね。ちなみに結構価格は価格じゃないですか。3万円ぐらいしましたね。するけど、はい、でもそれでもアキラさん買って良かったですか。全然良かったですね。イヤホンって有線でも結構いいイヤホンだと2万
5000円とか3万円ぐらいして、なんか音質だけを求めるんじゃなくて機能も欲しいっていう人はこれはめちゃめちゃおすすめですね。そう、確かにね、コードがついてると、はい、結んだりとかほどいたりとか、はい、絡まったりとかするのがね、僕自身ストレスで、それがないのめちゃくちゃいいなと思って、はい、そういうメリットとかもあったりとかしますね。ですね。では続いて5つ目、アキラさんが買ってよかったものは。5つ目はアップルウォッチですね。おお、なるほど。これはなぜ買ったんですか？これは時計で僕仕事するときにどんな時計がふさわしいのかって迷ったんですよ、最初。へー。やっぱりサラリーマンとか会社員とかだと、いい財布、いい時計を持ってると、まあ地位が高いとかなんとなくあるじゃないですか。僕あんな考え方あんま好きじゃないんですけど。へー。でもアップルウォッチだったら機能がいいからって言って100万の時計を買う必要がなくなって、これも高くてもまあ10万とか8万ぐらい済むので、それを買っておくっていうので別軸に戦えるんですよ、はいはいはい、確かにその見栄えよりも機能で選ぶっていうのはね、一つ大事だったりとかしますね。それこそ昔僕自身フリーランスになった時ってやっぱ見栄っ張りでいい時計つけてたんです。それこそ、はい、そう、その時期があったんですよ。結局でも売ったんですよね。売ったんですか？そう、いらないと思って、はい、そう、でもアップルウォッチだったらいいなと思って。それこそいろんな機能があるじゃないですか。詰まってますね。ちなみにそのアキラさんが普段使ってる機能だったりとか、おすすめの機能ってあったりとかしますか？僕が一番使うのは決済です。スイカとかをここでペッてできるんで、スマホを出さないでレジとか改札とかくぐり抜けるのはいいです。なるほど。でちなみになんか以前アキラさんとコラボした時だと思うんですけど、はい、カメラもね、遠隔で操作できたりとか、ズームとかしたり、そう、なんかどういう風に映ってるかも見れるんですもんね、はい、そうです。トランシーバーみたいな感じでなんか遠隔で操作できる。ちなみになんか LINE の返信とかもできたりとかするんですか？はい、あ、できます。なんかグッドボタンを押したりとか、へなんか定型文みたいなのしか作っておけるんです。それでなんか了解しましたとか、後で書き直しますとかって、はいはいはい、マイクとかもできるんですか？マイクで文字入力というか、マイクはどうだったっけな、でも精度確かあんま良くなかった気がします。あ、そうなんですか。ある経営者さんは、はい、もう携帯開いてメール返信するのが面倒だからといって LINE 開いてマイクで何々って言って返信してるっていう人いて、あ、そこまでスクールになってるんですね。いいな、まあ、機能はちょっとどうか分かんないですけど、はい、してるっていう人はいるのは確かだから、それめちゃくちゃいいなと思って、はい、そう、僕メインチャンネルで絶対時計買わないって言ってたし、はい、本とかでも時計買わないって言ってたんですけど、もしかしたらアップルウォッチだったら買った方がいいかなって思ったりとか、はい、心拍数とかそういうのも測れる？測れます。あとこれ結構すごいのが心臓の鼓動あるじゃないですか、うん、それが急に止まった時に勝手に SOS してくるんですよ。めちゃくちゃいいですね。めっちゃいいです。ピンチになった時は、はい、いいですよね。ですね。勝手に電話するまでもなく一人暮らしでもぶっ倒れてるってことはないみたいな。なるほど、はい、だからもう僕自身ももし仮に時計を買うんだったらもうアップルウォッチかなって決めてるんで、ぜひ時計買いたい方はアップルウォッチおすすめです。参考にしてください。はい、では続いて6つ目、アキラさんが買ってよかったものは。はい、靴です。おお、これはニューバランスの、はい、そうです、ニューバランスの996っていうモデルなんですけど、これなぜ買ってよかったんですか？散歩がすごい好きで、1日1万5000円から2万歩ぐらいあるんですよ。僕足が扁平足なんですよ。シーファースなくて、で歩くと疲れちゃうんですけど、ニューバランスってもともと矯正靴って言って、正しい歩き方を教えるためのブランドだったっぽいんですよ。あ、そうなんですか。そうらしいです。ニューバランスの何がいいんですかね。フィット感が多分抜群に日本人の足に合う気がしてて、それこそなんか僕の奥さんとかもニューバランスめっちゃ押してきて、はい、履いてみてください、ぜひ。そう、ただね、はい、僕自身一番ネックなのはちょっと見た目があんまり好みじゃないっていうでも、まあ、でも履きやすそうだなっていうのは確かにあるんですよね。で、アキラさんはやっぱ買ってよかったとしては、はい、そのフィット感。そうですね、見た目もまあまあなんですけど、まあ、可愛らしいといえば可愛らしいですもんね、はい、そうです。一番はやっぱりフィット感と、うん、あとへたらないっていうのは結構地味に強いかも。履いてる人なんか3、4年くらい履いてるんで、うん、そうそうそう。僕ニューバランスで紐なしの靴が出たら買います。竹田さん、紐が面倒って。そう、紐が面倒っていうなんか、でも紐黒だったらまだいいかもしれないですかね、汚れないから。そうですね、あそこ白とかだとそうか、いろいろあると思います。アキラさんはニューバランスがおすすめと。おすすめです。ということで、足が痛い人とかはおすすめですね。そうですね。では続いて7つ目、アキラさんが買ってよかったものは。はい、ここにあるコーヒー豆のボックスですね。おー、これね、簡単にルームツアーでも紹介させていただいたんですけども、はい、これは、タンスとかでよく使われてるキリっていう木で作られてるんですけど、やっぱり香りがすごい、開けた時にふわっていう、ね、めちゃくちゃいい匂いがするんですけど、はい、これなんで霧で保管しようと思ったんですか？霧って湿度とかを外から守ってくれたりするようなものがあったり、あとは、油とかってコーヒー豆少し出るんですよ。それをうまく吸収してくれるんで、コーヒー豆には保管に持ってこいですっていうのを聞いて。やっぱ味は変わるんですか、やっぱ入れたことによって。いや、変わる気がします気がします気がします、はい、そうなんですね、はい、見た目もやっぱり
すごい部屋にマッチする。まあ確かにインテリアとしてね、楽しめるといえば楽しめますね。はい、はい、味の変化は、まあ、ちょっと良くなった気がすると気がする。ちなみにこれおいくらでしたっけ。これ3,400円ぐらいですね。おお、2つで7,000円ぐらい。そう思うと結構しますね。はいはいはい、まあ、コーヒー好きの人は結構おすすめっていう、はい、そうですね。そうですね、はい、ありがとうございます。続いて8つ目、アキラさんが買ってよかったもの、おすすめのアイテムは。8つ目は、今映ってるこう、はい、大きな机本棚ですね。はい、もうアキラさんのお宅に来た時めちゃくちゃびっくりしたんですけどこれどちらで買ったんですか。これ IKEA で購入しました。これ結構大変ですよね。壁からこっちの壁までありますもんね。搬入する時はお兄さん2人と僕で運んで。これ結構重さあるんですよね。ありました、45から50くらいって確か。これちなみになんでこういう大きな机テーブルを買おうと思ったんですか。僕喫茶店とかにやっぱりよく行ってて、そういう雰囲気がすごい好きなんですよ。それを家でも再現できたら仕事がはかどるなとか。でも本当にアキラさんの今回お宅にお邪魔した時にこちら側はね、もう本当喫茶店の雰囲気で、はい、で作業スペースもめちゃくちゃ広いから、本当に喫茶店というかカフェを演出されてるなっていうのが一つと、であとまあ場所ごとにね作業することを分けることで集中力も高まりそうだなと思ったんですけど、はい、なんかアキラさんが、はい、そうなんか何が良かったかなっていうのありますか。広々としてなんかアイデアが出てきやすくなった気はしますね、うん、まあ2メートルぐらいのね、うん、テーブルとか机で作業した方が、まあ、間違いなく作業効率も創造性も上がるというところで、はい、ありがとうございます。では続いて9個目、アキラさんが買って良かったものは。はい、9個目はこのノートカバーです。はい、これですね、はい、これもまたあのルームツアーでもちょっと紹介していただきましたけども、はい、あのこれはどういったものなんでしょう。これは一番僕気に入ってるのはペンホルダーの入ってるっていうことなんですけど、イタリアで作られた。イタリア製ですか。そうですね。おお、これお知り合いからいただいたんでしたっけ、はい、そうです。友達の経営者の方から最近仕事の調子が良くなってきたのでお祝いでって言ってくれました。そういうことですね。ノートカバーに対するこだわりだったりとかポイントってありますか。はい、一番はやっぱり仕事道具なんで自分を表すものであるといいなと思うんですよ。例えば僕で言うと、あの結構年配の 5,60 の先生とかがお仕事の相手だったりするんで、見た目が若いでちょっとマウントされる可能性もあるじゃないですか。なのでちょっとあ、こいつちょっと気取ってるなっていうようなのが伝わると話がしやすくなったりもするんですよ。仕事する上でね、お相手のそのやっぱ第一印象だったりとか見た目はね、やっぱ大事になってくるし、それこそあの医療従事者の方とかお仕事するかなときは、はい、清潔感だったりとかね、持ち物で見られることもあるから多いんですよね。そう、実際どうですか、なんか気分とかやっぱ変わりましたか。ありますね。自分のお気に入りのものだったりを買ったりすると、うん、やっぱり仕事するたびに気分が上がりますし、うん、物に向き合って、まあ、自分も成長していこうみたいな気持ちになれるんですよ、ね、うん、確かに。はい、ということで最後10個目、アキラさんが買ってよかったものは。10個目はコンシーラーですね。これ化粧品ですね。はい、なぜこれ買おうと思ったんでしょう。僕結構ニキビに悩んでる時期が長くて、お今も完全になくなったわけじゃないんですよ。顔の赤みとかをこれ一塗りで消えるので、仕事する時とかでも、はいはい、あと、まあ、ナルシストなので、うん、結構自分のなんでしょう、コンディション悪いと悲しくなっちゃうんですよ、はいはいはい、そこをうまくカバーできるのは。ニキビを隠すために塗るって感じなんですか。そうです、上に塗るみたいな、ちょっと手に塗ってみると、はい、ああ確かにちょっと濃い肌色みたいな感じですかね。そう、若干ね上に色がと、でこれをなじませて、はい、と自分の気になっている場所っていうのが肌と透過して。ああなるほど。これ買おうと思ったのはニキビが気になったから、はい、そうですね。あとは第一印象でみんなどこを見るかっていうと、肌の状態、髪の状態とか清潔感とか結構多かったんですよ、はいはいはい、その時僕うまくいってない時って肌の調子も悪かったんで、ちょっと良くすれば少し変わるのかなっていうので眼科系みたいなところで、はいはいはい、はい、だから本当にだから最近ちょっとニキビとかで悩んでる、うん、まあ、男性陣とかは買ってみるといいかもしれないですね。多分女性は持ってると思うんですけど、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、ということで今回の動画ではおすすめのアイテムベスト10ということで紹介してきました。ぜひ興味あるものだったりとか欲しいなと思ったものはぜひ買ってみてほしいなと思います、はい、ということで本日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。No gold, no one else to hit my phone up. None of that pretentious.